はようございます。釣り子 TV です。バチ抜けシーズン真っ盛りっていうことで、これ。ね、バチ抜けの季節には欠かせないエリア10。ね、これの、こんなカラーがね、すごい活躍したんで、まずはこちらをご覧ください。シラサギとかもいるから、ベイトはいるみたいだな。あー、ここもお魚いっぱいいるね。よく見てみ、水面下にボコボコなんかがいる。ボラなのかね、なんか超大量にいる何か。これ何なんだろう、なんかいるよ。そんなにボラいるもんか。あ、食った。あー、生後か。ああ、セイゴちゃん？うわー、チーバスだ。このサイズが山盛り、うようよいる。エリア10投げるぞ。ドリフトバイトマックス、ドリフトバイトマックスすげえな、長谷川さんから。いや、大丈夫大丈夫大丈夫、適当に下がってきてもらっちゃってバレない。よいしょよいしょ。一応ギリ50ぐらいあったな。秋の見られちゃってると小さく感じるけど、ありがたいサイズだよこの時期。おー、だいぶ流れ効いてきたな。お、当たった。ドリフトバイトマックスをドリフトさせるとバイト連発だ。
名前がダサいけどな。ドリフトバイトマックスってさすが長谷川さんだよな。何色に近いの？緑。あの蛍光で、蛍光でなんだろうな。いるよね。おっしゃ、来た。ほいほいほい、ほいほいほい、ほいほいほい。ふっこ、ふっこくん。ドリフトバイトマックス、マックス。よいしょ。はいはいはい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。汚れ防止でそっちからあげる。ごめんね。聖子ちゃん。よいしょ。よいしょ。あ、でかい。よいしょ。おドリフトバイトマックス。あれ、いいとこかかってんな、これ。これ絶対外れないやつ。はいはい、いませんよ、いませんよ。はいはい、はい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 、おいでおいでおいで。ドリフトバイトマックス、ドリフト。よいしょ。AV だな、ドリフトバイトマックスだろうな。あれサイズ感なのかな。ありがとう、ありがとう、ありがとう。はいね、まあ、ちょっと夜の釣りなんで見えづらいとは思うんですけども、まあ、こういったね表層をいい感じで泳いでくれるプラグをスーッて泳がせるとですね、スズキがバイトしてくれるっていうことで、だいたい50センチぐらいまでを中心にですね結構釣れてくれたんですけども、これね本当ねいいカラーだなと思って、っていうのも、友達はですね同じルアーの違うカラーをね、一緒に横に並んで投げていたんですけども、こちらのカラーにね今回はたまたまバイトが集中したので、おーすごいな、なんていう、これね実はねドリフトバイトマックスっていうですね、マニアックスのオリジナルカラーなんですよね。はい、こんな感じでね、ドリフトバイトマックスって書いてありますけどもね、グロー系のカラーね、色の違いっていうのはねあんまり気にしないようにして普段はね、釣りを進めてるんですけども、まあバイトが偏ったんでね、まあ、こんな感じのパッケージで、でね価格もねそんなにねこのエリア店って高くないので、でいろんなねショップオリカラとかねカラーが出ているので、お気に入りのカラーでね釣り進めればいいんじゃないかなと思うんですけども、
これね、ドリフトバイトマックス、ね、うん、マッドマックスみたいな感じでかっこいい名前ですよね。マニアックスの長谷川さんがね、考案したっていうね名前みたいですけども、ぼんやりとですね、こうグローが効いていて、それでもって視認性のいいね、こういうワンポイントが入っているので、まあ遠くにあってもね、ああそこら辺にいるのかってね気持ち、見やすいのと、グローならではのねちょっとしたなんか、うん、ぼやーっとした感じが、バイトを誘発してくれるんですかね。ね、まあこういう感じでね、最後の方なんかフッキング悪いなと思ったらね、針がこんなグニグニになっていたんですけども、まあ針変えてね、またね引き続き使いたいななんて思いますけども、それだけね、魚がよく反応してくれたっていうことで、これドリフトバイトマックス、まだまだね、公安鉢狙いであれば、何回りかね、潮回りね楽しめると思うんで、で今回はそのバチに対してのボイルとかは一切見えなくて、あれーと思ったら若潮ぐらいのタイミングだったかな、どうしようかなと思って、いろいろねビッグベイトから、小さいシャットとかね、いろんなルアー試したんですけども、バイトが集中したのはね、こういう感じの、まあ往年の名作が大活躍してくれたっていうことで、引き続きねちょっとタイミングでね仕事終わりとかに、あー行けるんじゃないかなっていうタイミングはシーバスの方もね狙ってみようと思うんですけども、まずはねこれ針交換して、それでね、またこれはきついなっていうタイミングで投入しようと思います。多分ねマニアックスの通信販売とかでもね買えるんじゃないかななんて思うんですけども、自分もねこれ1本しか持ってないんで、追加でマニアックス行ってね同じカラー買ってこようかななんていう風に思っております。はい、というわけでね、本日の釣り講 TV はこちらね、ガイアのエリア10ですね、これのマニアックスオリジナルカラーのドリフトバイトマックス、これね、買って初めて使ったところ具合が良かったですよっていうね、こういう動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。